ボエのシテティィアススこんにちはピラティス中級今日はとうとう5日目に入りました今日のフォーカスはサイド体の背面体幹腕足これらが中心になってきますそれではまず膝でマットの上に立ちましょう1つ目のエクササイズニーリングサイドキックお尻の幅に足を広げ皆さんの右手を床の方に下ろしていきましょう 手が床にに届きそううなったらもう一つの足を上げて手首が痛くなってしまう方はこれ原骨にするかもしくは左上に出てくるバージョンでやってください上の腕の肘を曲げて手を頭の後ろに持ってきますその時に肘が天井を向けるようにして相当胸を開かないと肘は天井に向きません胸は反るのにでも腰は反らないこれが大事体幹入ってるよ 上の足を床に対して平行になるまで上げていきます。それでは腰から頭までは安定させて、上の足を足首曲げて、吸いながら前にキックです。腰動かさないで、そして吐いて、つま先伸ばして、後ろここで腰反らない。吸って前に行く、ここで背中丸めない。吐いて、つま先で後ろ行く、腰反らない。 つまり腰から上は全部安定してるってことはかなりお腹を引っ込めて体幹を使ってないと保てません。あとだんだん肘が前に出てきたりするから肘は天井よ、天井。肩甲骨の間の筋肉使ってないと背中丸くなって肘落ちてきちゃうからね。あと肘が動いてないってことは上半身が安定してるってこと。 手や膝からなるべく重みを取ってあげるためにまるで腕と足がアーチのようになっていて胴体を天井の方に上げると思ってみて足だんだん下がってきてない床から平行、あとつま先、床向けないでねつま先まで同じ高さにキープしますはい、よくできましたでは、上の足を下ろし、上の手を伸ばし 体のサイドを意識して上がっていきましょう。では、両膝をまたついて。今度は反対側に行きましょう。左手をゆっくり下ろしながらサイドを感じて、そして足を上げていきます。手と足でアーチを作るように体の胴体をしっかり天井に向けてあげて。上げてる足を床に平行。それでは上の手の肘を曲げて手を頭の後ろ。肘は天井よ。天井天井。 前に向かないで、そして足首曲げて、吸って前にキック、吐いて、後ろ、腰から、お尻から上、全然動かない、吸って前、つま先まで落とさないで、吐いて、後ろ、胸は張ってるけど腰は反らない、吸って前、吐いて、後ろ、上半身すごく安定してるから肘も全然動かない、天井さしてる、吸って前、 吐いて後ろ首は長く首の右と左を同じ長さで吸って前吐いて後ろ支えてる腕や肩が辛くなってきたらさらに肘を上に誰かに引っ張られてると思って上げて上げて重みを取るのズドーンって体がリラックスしちゃうと重み全部手にかかっちゃうからねあと頭は首をかしげて上に上げようとするんじゃなくてまっすぐよ前向いててね 吐いて後ろ、上の腕を天井に伸ばし、足を下ろしてくると同時に体を上げていきましょう。今のバージョン、肘を曲げてると、その肘が天井をどうしても向けられない方は、曲げずに伸ばしておきましょう。ではちょっと手首を休ませよう。少しグーパーして、手のひらをね指先までしっかり使って体重を支えないと痛くなっちゃうから、ちゃんと全部使ってね。 それでは次二つ目、レッグプル。みんなの体の前に長いおみ足を伸ばしてください。まるでファスナーでぴったりくっつけられてるような。そしてかかと、膝、内ももと全部しっかりコネクトさせましょう。では手を体の後ろに持ってきて、 指先は自分の方を向けるかもしくは横を向けるどちらかにしましょう私は自分の方を向けますねそして背筋をピンと伸ばし足の裏を床の方に向けるようにしながらお尻をぐっと上げてきてまっすぐな滑り台の形になります上がった時に手は肩の真下お腹はをしっかり引っ込めてここで目線は天井じゃなくて壁の上首の後ろは長いよ 吐いて右足を上げていきます。この時にお尻を落とさないように。ということは左足で相当床を押しています。吸って下ろす。吐いて今度左足を上げます。片足上げてる時に押さえてる方の足が外側向いちゃったり内側向いちゃったりしないでね。まっすぐ吐いてあげて、吸って下ろす。おっと、首縮こまってないですか首長足よ。首伸ばして。首の後ろ縮めない。 しっかり手で床を押してる。吐いてあげて。これあげるのきつい人。この滑り台の形だけでもいいからキープしておいて。お尻を落とさないで、腰反らないで、首縮込めないで、手でしっかり大地を押してます。手首が痛い人、また難しい人は上のバージョンやってね。ではお尻を下ろしてきて。ああ、じゃあ一回前に前屈です。ふぅ。 これね、首が肩の間に沈んじゃったら絶対ダメだから、しっかり首伸ばしてやっていてね。では3つ目、ロッキング。これは相当体幹が入らないと腰を痛めてしまいます。だから背骨の柔軟性がしっかりあって、腰だけじゃなくて背中全体で反れる人、そして体幹をしっかり入れて、つまりおへそを引っ込めて腰を絶対に守って。まず片方ずつ準備をしていきます。 皆さんの左足をつかみましょう足首つかめたらもし無理だったらつま先膝が外に出ないようにして吸って上がります足を向こうに蹴るようにして胸の前がしっかり広がりますねそして吐いて下ろしますもう一回やりましょう吸いながら足を向こうに蹴るようにして上がりますここでおへそを引っ込めていてね腰だけで反るんじゃなくて 頭から膝までで緩やかなカーブを作るイメージ。吐いて、下ろしてきます。それでは、反対側をやりましょう。今度は、右手で右足をつかみ。この時に、膝がしっかりお尻と同じラインにあって、外に出ない。吸いながら、上に上がる。腰だけを反らないように、お腹を引っ込める。吐いて、下ろす。 吸って上げる首の後ろをつぶさないで吐いて下ろすでは両足でやってきますよ両足持った時これまた膝外に開かないまっすぐね吸って足を向こうに蹴るようにして上がってくるお腹を引っ込めないと腰反りすぎちゃうから注意して吐いて下ろすこれも準備体操ね吸って で上がる腰反ってないもうここで腰に痛み出てたらダメだよ吐いて下ろす胸、肩がしっかり開かれるようにしてね吸って上げる首長いよ吐いて下ろす上がる前にまずお腹引っ込めるそして上がる吸って上がって吐いて下ろす これをしっかりできるようにするためには股関節前太もも前が伸ばされていて体幹ができていて胸が広げられて背中の上の方までしっかり背筋を使えるようにならないとなかなかできないエクササイズなんですそれでは本番入っていきますロッキングです吐いて前に行き吸って上に上がります行ってみよう吐いて前吸って上動いてみて背中のカーブ変えないで 動かします。腰に負担かけないようにしっかりお腹引っ込めて上に上がるのは背中の筋肉足を上げるのはお尻頑張れロッキングお腹入れてカーブ変えない均一腰が痛くなっちゃったら無理しないではい下ろしていきましょうしっかり体幹を使えるようになれば腰は痛くなりませんあと背骨の柔軟性ねでは体を起こしてきてちょっと腰を伸ばそう まず四つん這いになって手を少し前に出してから腰を広げ、背中を丸め、そのままお尻をかかとの方におろしてきます。おへそを腰の方に引き上げるような感じでチャイルドポーズ。大きく背中腰に向かって息をして、広げ、吐いて、体の力を抜いて。それでは体を起こしていきましょう。d a y 5終了です。 次回の6日目で中級のエクササイズが終了します7日目はそれを全部使った全身フロークラスそれでは皆さん次の動画まで待っててねさようならアディオスアスタプロント